おはようございます、3日目の朝でございます。パナソニックオープン朝の練習場です。アダム・ブラントと一緒に向かい合いながら練習をしております。レフティアダム・ブランド、そしてその前は動画に出てくれた大岩隆一選手で、今日同組のジェイブ・クルーガーです。ジェイブクルーガー今日同じ組です。そしてキャディのジェイブの奥さん、かわいいです。ヘイジェイブ。おはようございます。練習ラウンドありがとうございました。ありがとうございました。僕もテレビで大きなあくび映ってたらしいです。そして岩崎亜久里選手、昨年の南秋田チャレンジで一緒に練習ラウンドしました。また YouTube 出てほしい。注目の若手。そして長野龍太郎選手、水上高校横田の後輩です。聞こえてる。パグンさん、ゆうさくさん、横田真一、昨年のアナオープン以来の予選通過です。今年も無事予選通過できてよかったです。3日目は、天気も良く、連休中日、多くのギャラリーの方が、来てくれています。あ、加瀬さんいつもありがとうございます。加瀬さんと総司さん。今回は JGT の仕事で来てくださってます。加瀬さんも昨日、スコア速報ずっと見ててくださったらしく、危なかったの見ててみたいです。感動したよ昨日のパーパットには。あの入った後のあの気持ちはよう分かった。でもお前ようあそこまで持ってきたよ、逆にセカンドあんなとこから。はい、スプーンでなあ。はい、あれスプーン。はい、スプーンです。スプーンでドッスライスだよ、ね、ドッスライス。うん。うわーと思ってスコアボード見ながら、うわーなんかパーでいけよ、パーでいけよ。ねえ、いやほんと石のパクチョはあのことねえ。でもシニア組が結構予選通過してね、宮本さんもトップで、渡辺光弘さんもね、うん、上位に。よかったな、2人でなんかいい感じだったよ。だから組み合わせが良かった、本当に組み合わせ良かったです。鍋ちゃんがやってたから引っ張られて良かった。ちょうど鍋ちゃん今日僕がいないからここの放送と思います。そうだね。深夜の匂いがしないとやっぱりちょっと寂しいかもしれないね。ねえ。渡辺光弘さんはいつもと同じルーティンで練習せずのプレーですね。はい。シニアにはシニアの仕掛けがあるという感じです。シニアであと桑原克典がもう朝練習しないからな。そうなの。うん、かっちゃんも練習しない。うん、もうグリーン周りでなんかこうずーっと素振りしてということで、横田にせっかく予選取ったんで上位に行ってほしいです。はい、スタート15分前切りました。横田はどこにいるのか、ちょっともうそろそろスタート小屋だと思いますけども、はい、今週もあのパナソニックオープン盛り上げるためにインフルエンサーの方が来てくださっています。
関西で有名なインスタグラマーハイピョンさんです。そして左はイリちゃん。はい、どうも、ありがとうございます。さあ、今日晴れてよかったですね。本当ですね、はい、本当にハイピョンさんも YouTube 始めたみたいなんで、皆さんもしよかったらご覧いただければと思います。あのハルピョン部活チャンネルやってます。ハルピョン部活チャンネル、はい、結構近いんですね、カメラが。はい、そうです。ちょっとなんか加工とか入れてもらっていいですか。ということで、あ、分かりました。はい、間もなくスタートですが、あそこに同組のドットペクと横田慎一がいたので、うん、まだ大丈夫そうですね。前の組がスタートしたらぼちぼちスタート小屋に行こうと思います。じゃあまた後ほど。ありがとうございます。スタート前、横田慎一、長野龍太郎と談笑していきます。そしてやっとパター練習に来ました、渡辺光弘選手。ちょうど龍太郎と被って渡辺光弘選手、もしかしたらちょっと緊張してるかもしれませんが、今日も頑張ってほしいです。さあ、ただいまスタート約5分前です。まもなく今日もスタートします。無事迎えられた3日目、頑張りましょう。今日同組のジェイブです。ペクさん、トットペク。 Hey ジェイブ。 Morning。 ジェイブの奥さん、かわいい。ペクさんもかわいい。Can I upload our YouTube? Yes. Yeah. 頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寺田社長、いつもお世話になっております。頑張って。朝日電機社長、寺田社長でございます。頑張ってください。はい。そして、市場縄手クラブチャンピオン、橋本さんです。頑張ってください。あれ、大川さんはどっか行った。あ、大川さんまた。オペパの大川さんです。毎度ありがとうございます。それでは行ってまいります。頑張って。はい、ヨゴさん、はい、お疲れ様でした。ほんと疲れました。ファイブオーバー、ファイブボギーノーバーディー、これはもう下手くそが3日目叩くっていうのはもう典型的なパターンですね。はい、まあもう力のない人の代表的なパターンですわ。疲れてましたね。もう昨日エネルギーやっぱり使い果たしてんのかね。こんなつもりはないんだけど、疲れてる感じもしないんだけど。そう、なんか僕は見てて、うん、なんか昨日の一昨日のようなこう画素数というか粘りというか、うん、ちょっとこう疲れてんのかなと思って見てました。まあ、同じことやってるんですけどね。自分ではね。なんでなんだろう。しかて山慎吾さん、トゥデイ7アンダーパーですよ。ね、セミカ君11アンダーだよ今日。おめえ。で宮本さんと大月智春が17アンダーで並んでて、その後ろにセミカタイガーで、今上がってきた岩崎アグリも、トゥデイ6アンダーで、単独4位と。ここでバーディー取ったら蝉川大河君に並んで、3位タイというところですけど、まあ、昨年もアマチュアのね、あの勝利したこの大会ですけども、今年もシニア、中堅、アマチュアと大学生とね、こう面白い戦いになっていくと思うんですが、ね、俺トーナメントでビリ、予選通ってビリとか多分ないんですよ。今日ビリです。はい、ニダもちぎって、岩田博士と明日同じ組なのかな。はい、はい、早いですよプレーが、岩田博士さんね。切れた時の博士は早いよね。、うん、サクサクサクっと。だけど、はい、まあインの最終組じゃないですか明日は。うん、そうですね。そんな早くはプレーできないですよね。
ェイブとペクは6アンダー、5アンダーいいゴルフしてたんですね。まあちょっとこのまま帰れないですからね。明日はまくってそれなりのアンダーパーでちょっとビシッと回んないとちょっとまずいですね。はい、なんでなんだろうなと思ってね。ドライバーはまっすぐ行かず、グリーンには乗らず、アイアンもダメ。むしろ前半よう耐えてパーしのいどるなと。そう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 いうような感じでね。なんでなんでしょうね。いやなんか分からない。ねえ、まあちょっと再来週は日本プロもあるんで、エネルギーを2日目まで使っちゃうのかな。やっぱりそれだけレギュラーツアーってこんなね優しいコンディションっていうかね、いいスコアもいっぱい出てるんで、決して難しくないコンディションの中でこれはいかんすわ。はい、まあちょっとなんか今解決策が見当たらないのがちょっとさらに歯がゆいですわ。休む。ゆっくり休んで、明日どういう人にまたなるのか。本当情けない。今日はこんな感じで元気のない、はい、私も横田もどっちも元気のない、そうですね、感じでなんとかちょっと、うん、再会は免れたいです。はい、頑張ろう。いいスコア出しましょう。うん、はい、頑張ります。はい、お疲れ様でした。はい、さあ昨年優勝の中島啓太くんがパター練してますよ。どうだったの啓太は今日。分からないけど。あ、そうです、頑張ろう、はい、お疲れ様。頑張るね